ご視聴ありがとうございます。トロピオスカです。先日ですね、金額ベースでのハレリアで最も売れたカードトップ10っていうのを発表したんですけども、今回は枚数ベースでの年間で最も売れたカード、トップ10ということでご紹介していきたいと思います。でいつもですね、まあ、週間販売枚数ランキングやってるんですけども、まあ、このね、年間販売枚数ランキングの方でも、平均価格が500円以上のカードを対象にしていきたいと思います。集計期間は、去年の2020年1月1日から、12月31日まで。でですね、平均価格の悔いがないバージョンのね、ランキングもあるんですが、この通りになってます。トップ5、全部基本都市っていう。はい、テラス観光家のね、みんながポケモンカードって言ってた。基本都市が、トップ5独占ということでね。やっぱね、みんな綺麗な基本都市使いたいですよね。まあそういったことがね、この結果にも表れているのかなと思います。ではですね、早速、2020年の年間販売枚数ランキングトップ10、やっていきたいと思います。第10位。第10位は、ラブニカの献身、日本語版ニアミントの繁殖池です。販売枚数は1223枚。平均価格は1776円です。というかね、2019年と2020年、本当になんかこの時代はスタンダード青緑全盛の時代だったんじゃないかなと思いますけど、そのね、全盛の時代を支えたショックランドが第10位にランクインしました。これね、前期のスタンダードは、ハイドロイド混成体、成長の螺旋、光のタイタンウーロとね、本当に青緑カードが強かったですよね。まあ、そのせいもあって、まあ、シミックはね、トーナメントシーンでは、まあ、圧倒的人気のカラーとなりまして、はい、2020年ね、販売枚数が伸びた結果となっています。で続いて第9位です。第9位は、エルドレインの王権から、日本語はニアミント、グーアの小道です。販売枚数は1247枚。平均価格は1550円です。ということで、こちらね、まあ、調整版のフェッチランドって言ったらいいのかな。まあね、土地がね、4枚以上じゃないと、まあ、タップインしてしまうと。まあ、かなりね、もうスタンダードの様々なデッキに入っています。まあね、禁止になってしまいましたけど、オムナスランプでは2回目、3回目の上陸を助けるランドでしたし、もうスタンダードではもちろん、パイオニアのね、オムナスデッキでも4枚必須のカードとなりました。現在ね、基本セット2021で再録されたため、今はもっと買いやすくなっています。まあ、エルドレインの王権のバージョンが、販売枚数伸びたのはですね、まあ、2020年の前期の頃に多く買われたというイメージですね。はい、続いて第8位です。第8位は、テーロス観光機から日本語版ニアミント、タッサの新宅舎です。販売枚数は1373枚、平均価格は633円です。もうこちらですね、セルフライバルアウトの超新星として、発売直後から凄まじい人気を誇りました。特にですね、プレイヤーツアー直前に、インバーターコンボっていうね、セルフライバリーアウトコンボデッキが誕生して、まあ、猛烈な強さを誇って、しかも一大イベント前だったっていうこともあってね、その期間にね、猛烈にこのタッサの新宅舎売れています。まあ、その後ですね、真実を覆すものは、パイオニアで禁止カードとなってしまって、まあちょっとね、販売枚数の勢いは落とすんですが、まあ、下環境では現役のカードであって、まあ、逃走させるでもね、かなり人気のカードなので、継続して売れていって、第8位にランクインということになりました。はい、次第7位です。第7位は、エルドレインの王権から日本語版ニアミント、ロークスワイン城です。販売枚数は1496枚。平均額は612円でした。まあ、こちらの年はですね、まあ、アンタップ条件もきつくなくて、手札が少ない時ほど起動しやすい効果なので、まあ、黒いデッキならばね、ビートダウンデッキでも、コントロールデッキでも採用しやすいカードになっています。記録を見ると結構ね、1年間通して根強い人気があって、まあ、コンスタントに売れた感じになってますね。はい、続いて第6位です。第6位は、イコリアから、日本語版ニアミント、夢の巣のルールスです。販売枚数は1498枚。平均価格は1024円となっています。ではこちらですね、もう発売開始から、もう凄まじい勢いで売れていったんですが、レガシーとヴィンテージの禁止と、あとね、相棒ルールの変更によって、まあ、そこからね、かなり落ち着いた結果になっています。いやね、相棒ルールの変更がなかったらね、もしかしたら1位になれていたかもしれません。いや、本当にね、去年を象徴するカードの1枚でしたね、このルールス。はい、じゃあ次第5位です。第5位は、エルドラインの冒険から日本語版ニアミント、石とグロの海蛇です。販売枚数は1569枚。平均価格は816円です。ここがね、まあ、無色のアーティファクトクリーチャーということで、色を問わず、あらゆるスタンダードのデッキに入ってましたね。まあ、メインデッキだけじゃなくて、サイドボードの採用も目指しました。硬化した鱗やミシュラズワークショップとも相性が良くて、下環境でも活躍しています。はい、次で第4位です。第4位は、闘争対戦から日本語版ニアミント、エチガイの応用作物のナーセットです。販売枚数は1583枚。平均価格は830円です。カードの強力さとイラストの魅力から、エチガイ版に特に人気が集まり、スター落ちしても勢いが落ちずに売れ続けたカードです。あとはですね、闘争対戦時代がかなり多く売れたことと、アンコモンっていうこともあって、現時点では比較的手に入れやすいカードになっています。はい、じゃ続いて、いよいよトップ3です。第3位は、テイロス観光費から日本語版ニアミント、
イリシア子たちのドライアドです。販売枚数は1607枚、平均価格は658円となっています。まあ、こちらですね、死者の原野や溶鉄の戦法バラクートなんかね、使っているデッキに採用されてますね。まあ、血染めの月を置いてあっても色物をね、供給することができて、まあ、原始のタイタンなどね、使用するターボランド系のデッキね、安定性を向上させたカードになります。まあ、スタンダードでですね、結構マナベースが強くて、あと土地タイプを参照するっていうカードも少なくて、あとはね、成長の螺旋とか、ウールとかね、2、3マナ駅に強力な、ランプカードがあったので、まあ、こちらね、ドライヤーの方はあまり採用には至ってませんね。まあ、なので、ね、特にパイオニアモダンの需要が大きかったのかなと思います。はい、続いて第2位です。第2位はイコリアから日本語版ニアミントサメ台風です。販売枚数は1782枚、平均価格は1396円です。いや、こちらもですね、スタンダードからレガシーまで活躍する1枚になりましたね。当初はね、なんかもう名前のちょっとネタ感からね、あんまり評価されていなかったんですけれども、いざ使ってみるとね、めちゃめちゃ強いカードでした。特にね、インスタントタイミングの行動を封じる時をほぐすものテフェリーの回答であり、このテフェリーがね、禁止されるまでもね、かなりのハイペースで購入されていました。まあ、スタンダードがね、ちょっとね、落ち着いた時期になっても、もうモダンやレガシーで使われ続けているので、まあ、コンスタントに売れ続けて2位という結果になったようですね。はい、じゃあ続いて第1位です。2020年年間販売枚数ランキング1位になったのは、ラブニカのギルドから日本語版ニアミント聖なる鋳造所です。販売枚数は2119枚、平均額は727円となっています。赤白のショックランドが2020年ね、最も売れたカードに輝きました。結構意外な結果になったかなと思うんですけども、パイオニアやモダンの赤系アグロでは白をタッチして岩へのつなぎ止めをね、採用していることが多くて、そういったね、パイオニアモダン環境では大きな需要がありました。特にですね、年間として一番売れた時期がイコリア発売直後で、この時期はジェスカイルーカとか、あとはルーカファイアーズ、ジェスカイファイアーズなんかがね、めちゃめちゃ強かった時期なので、その時期に販売枚数が伸びています。4月だけで441枚も売れたということでね。というわけで、ラブニカのギルド日本語版の聖なる鋳造所が2020年最も売れたカードになりました。いや、どうですかね、結構意外なランキングだったんじゃないかなと思うんですけども、まあでも週間販売枚数ランキングでも、名前をよく見るカードがね、年間通して売れていたのかなと思います。さあ、今年2021年はどんなカードがランクインするんでしょうか。カード範囲も1月7日かな、からね、プレビューが始まりますので注目していきたいと思います。私ね、カードハイムボックス役も行っておりますので、ぜひね、アレリアでボックス役よろしくお願いいたします。というわけで、今回の動画は以上になります。面白かった、参考になったと思ってくれた方は、ぜひね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。というわけで、トロップお疲れでした。また次回。今日の負けはこちら。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネルの登録、そして高評価よろしくお願いいたします。またマジックのカードをご購入の際は、概要欄のリンクからアレリアをぜひご利用ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。